俺の実験は成功した。自ら命を落とし、記憶を保ったまま、新しい人間として生まれ変わることに成功したのか。しかし、致命的な欠陥が同時に二つ発生した。一つ目。そして二つ目は、魂が同じだと、記憶と意識が一つであるだろうと思ったことだ。くそ。俺の意識はセカンド扱いか。一つの体に二つの記憶。一つの魂に二つの意識。それ遠く離れたところに、ある男性と女性の遺体があった。そして幼い少年の体は、俺が目をこの体の親か。どうやら、あの誤作動を起こしているホムンクルスにやられたようだな。このままだと、こっちもやられてしまう。少しだけ力をか、あいつらを片付けたら、この体が目覚める前に、こいつの知り合いのいる場所へ移動しないとな。お前は、テオか？体中が血まみれじゃないか？怪我でもしたのか？俺のことを知っているようだな。はあ？何いきなり変なこと言ってるんだ？旅に出たんじゃなかったのか？
お前のお父さんとお母さん。ホムンクルスに殺された。それ以降、どうなったかは知らない。だが、今まで挙げた失敗だけでも十分深刻な問題だったが、少年の家を探し回りながら見たこの世界は、俺の時期を完全に間違えてしまった。しかも、数万年も。三つ目の失敗だった。
略者。